この変貌ぶりはただならぬ気配だ。市外に妖気が漏れ出すのも無理はない。宮中の者は逃げよう。いかにも今日の子ただて。猫またよ、しきりに目をこすっておるがいかがした？ここに来た途端何やら古傷がうずくのじゃ。しかもこの場にかすかに覚えが。何かの触りじゃろうか。
横島なる木はあの穴の奥からのようじゃ。主もあやかし、何故世を追う。わしがよりしろとなろう。人に忘れるものすべて滅ぶべし。ドーマンを止めねば。うん、これ以上市中に怨霊が増えてはまずい。どのような災いを起こすか予測できんぞ。私の慈しみに様子を探らせておきましょう。この穴の奥はさらに鬼が増えよう。Oh!
やはり同じ刀を持つ者、浅からぬ縁を感じるな。さあ、気を取り直して行くぞ。
怨霊の群れが宇治の平等院に現れたようです。私と頼光はそちらに向かいます。この身霊石の力に屈しようと本望よ。いまいましいソハヤの光の使い手よ、二度と世の邪魔はさせぬ。今にも飛び出してきそうだ。九尾の狐も同様、急いで封じねばなりません。後世を見守る務め
頼みました。お前がなすべきことを果たせ。一族が鬼との戦いに倒れる中、年端のいかない私に託されたのは、あやかしを打つ刀、そして鳳凰。私は鬼を斬ってきた。何の問いも抱かず。だが斬った新玉は次なる新玉を生むばかり。この身に続く者が何人同じ刀を振るおうと、真の平安にはたどり着けぬだろう。後世より来たりし稀人よ、鬼を斬った若者の伝承を解き明かし、新玉が生まれしゆえを。